長崎市の話題をお伝えします。知っとく長崎です。今回は2010長崎ベイサイドマラソン&ウォークについてお送りしていきます。スタジオにはスポーツ振興課の廣田さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この長崎ベイサイドマラソン&ウォーク、はい、もうすっかり長崎市の秋のイベントとして定着してきましたよね。そうですね、はい、今年で9回目を迎えまして、秋の気持ちいい風を受ける10月の末にですね、開催を予定しておりまして、うん、長崎水辺の森公園など長崎港周辺を歩こう走ろうという、イベントで、昨年は北は北海道から南は鹿児島まで6111名の方にご参加をいただいております。例年参加者の方が増えており、今年も皆様から多数のお申し込みをいただいている状況です。なるほど。今年の開催が10月30日と31日の2日間ということですが、大会のスケジュールを教えてください。はい、まずマラソンの方から紹介させていただきます。はい、31日に開催をいたしまして、ハーフマラソン、10キロマラソン、2キロマラソンを行います。はい、また次にウォーキングですけれども、30日に10キロウォーク、20キロウォーク、5キロウォークを行います。また31日には28キロウォーク、15キロウォーク、8キロウォークを行う予定です。なるほど。毎年多くの方が参加していらっしゃるということなんですが、このたくさんあるコースを今日は一つずつご紹介いただきたいと思います。はい、まずはマラソンからのご紹介をお願いしたいと思うんですが、はい、10月31日日曜日に行われるということで、目玉となってますハーフマラソンからご紹介いただけますか。はい、まずマラソンの目玉といいますハーフマラソンですけれども、はい、こちらは長崎水辺の森公園をスタートし、夢サイト朝日大橋下を通り、稲沢橋方面へと向かいます。そこから稲沢橋を渡って朝日町、悪野浦、立上を通り、さらにトンネルを通るんですけれども、西泊トンネル、木鉢トンネルを通り、折り返し地点の上之島境界下を目指して走っていきます。うん、ここから、境界下を折り返し、女神大橋に登るコース最大の難所といえる坂を登り、そして最高のロケーションが広がる女神大橋を渡り、そこから橋を降りまして国道499号線に降り、長崎港水辺の、あ、すいません、長崎水辺の森公園へと向かうコースとなっております。はい、港あり、教会あり、坂があり、女神大橋ありと長崎ならではのコースとなっておりますので、ぜひご参加いただきたいところなんですけれども、はい、あいにくハーフマラソンについては定員に達しておりますので、ご紹介のみとさせていただきます。あ、そうなんですね。もうハーフマラソンはすでに定員を超えていると。ね、今日で締め切りという形になります。そうなんですか。皆さん早いですね。そうですね、今年は例年よりも早くてですね、なるほど、事務局としては嬉しい悲鳴という。そうですよね。でマラソンは他にも2コースありますので、こちらまだ受付中ということでご紹介いただきたいと思いますが、はい、31日日曜日に行われます10キロマラソンのコース、これが長崎港沿線コースコースということですね。はい、10キロマラソンについては、スタートは同じ水辺の森公園から、夢サイト朝日大橋下へ向かい、そこから稲沢市方面へと向かっていきます。はい、稲沢市を渡ると、そこから旧朝日町交番前を折り返し、同じコースを戻って長崎水辺の森公園へと戻っていくコースになっております。うん、このコースは港を堪能できるコースとなっておりまして、またコースも高低がなく平坦なコースになっておりますので、タイムを狙える走りやすいコースとなっております。なるほど。もうタイムを競う、早いタイムを狙いたい方はこのコースをおすすめということですかね。はい、ぜひ記録目指して走っていただければと思います。はい、そしてマラソンのもう一コースが2キロのコースとなってまして、31日日曜日に行われます水辺の森公園周回コースと、これは公園の中を走るということですか。はい、公園の、沿岸を走るというコースになっておりまして、はい、短いコースですので親子での参加もいただけます。また今年から60歳以上の方の部を新設しておりまして、はい、ぜひベテランのランナーの方にも参加をしていただき、入賞を目指していただければと思います。はい、さまざまなコースがありましたけれども、このマラソンというのはやはり時間、タイムも気にされる方多いと思うんですが、測るんですか。もちろんタイムは測ります。はい、タイムはですね、昨年ハーフマラソンの優勝タイム1時間10分、はい、
で最後尾の方でも2時間43分となっております。参加者の皆さんに感想していただきたいんですけれども、交通事情等ありまして、はい、4箇所の関門を用意させていただいております。おおむねですね1キロ7分半のペースで走っていただければこの関門は突破できるコースになっております。なるほど。広田さんも昨年のこのハーフマラソンに参加をされたということですが、はい、マラソンで好タイムを出すポイントってどんなところですか？ポイントとしてはですね、はい、やはり女神大橋の手前の坂になってくると思います。ここが本当にですね高低差が激しくて、60メートルの高さをですね一気に駆け上がるというコースになっており、事務局ではですね心臓破りの坂という形で呼ばせていただいております。なるほど、そこが一番の難所ということなんですね。はい、ここをいい感じでクリアできるとタイムも良くなってくると。そうですね、ここのタイムここでペースを落とさずに走っていただければと思うんですけれども、参加者の方からはきつすぎる、もうありえんという言葉はいただいてまして、はい、それをどうにか乗り切っていただければと思います。乗り切った後にはいい景色が楽しめると。その後にはもう綺麗な景色が広がっているのでですね、はい、ぜひその景色のためにも走り抜けていただければと思います。はい、なるほど。見事完走された方にはこのような証明書もいただけるそうですね。はい、完走証は、完走していただいた方にはすべてお渡ししております。はい、記録も載っておりますのでぜひ感想書をもらえるように走り抜けてください。いいですね。これ実際に広田さんが昨年完走された証明書となってまして、1時間43分いいタイムで走ってますね。いやきつかったですね。はい、これもいい記念になると思います。皆さんもチャレンジしてみてください。